いどうもー、かずきでーす。と、はい、今日はね、12月1日かな、というか元年12月になりましたけどね、相変わらず寒いです。お、相変わらず寒いってなわけでね、今日はちょっと、今日はどういう内容だ、内容つうか、今日はなんで走り始めたかというと、まあ行き先とかじゃなくてソロツーなんですけど、アクションカムのね、外部マイクを変えたんですよ。でそれのテスト動画みたいな感じですね。これでよく撮れてなかったらボツになります、この動画。おけんけんさんに教えてもらってね、ソニーのね、こういう感じのコンデンサーマイクっていうやつを買ってみました。それでね、寒い。それで今チークパッドからこのほっぺのあたりのパッドのとこに仕込んであります。でマイクのスポンジみたいなのあるじゃないですか、さっきちょのあれがまだ買ったやつが届いてないんで、とりあえずあのバッファローのあの300円のマイクのついてた、ちょっとデカめになっちゃったんですけど、それをつけてここに挟んでますね。どんな感じで撮れてますかね、これ。いい感じかな。これで撮れてれば最強なんですけど。マイク一緒に刺さっていくかどうかがちょっと微妙なんだけど、どうせどっかコンビニ止まるから、そこでいいですね、あれ。エンジン音どんなぐらい入ってるんだかね、ちょっと気になるところではございますけど、今日も皆さんご視聴いただきありがとうございます。笑ってっかじ。今日は行きに行くなんで、また夜勤なんだよね。ボビー行きたいですけどね、なかなか。明日は明けだけど、明日は雨なんですよね。明日雨がちょっと昼間の、すごい夜まで降られちゃっても、私はびちゃびちゃになっちゃうからな。なんで休みの前の日って雨なんだよみたいなね、そんな感じですけどね。いや今日は寒いな、これ。それでね、外出た瞬間にこう迷ったもんね。去年散々乗ってたやつが何言ってんだって話だけどさ。でも寒いとこいつは調子いいね。加速が違う、どういうこと寒いと。でも空冷はこう冷やしてなんぼ、よくわかんないけど。霜がすごかったわさ。まだ今日はしないよ、ぐるぐるするだけで、最後にガソリン入れて帰ろうかと思います。うわ、シールだけ寒い。寒すぎでしょ、これ。よく取れてるといいよ。寒すぎだもん。まっすぐ行くか。そして、イージス買ったんで、イージス着ないからね。十分あったかいからね、上で。今日は下寒いかなと思ったけど、あの、なんだっけ、島村の桃ヒートテックみたいなやつ履いて、ジーパー履いて、そこまで、まあ、寒いっちゃ寒いけど、全然大丈夫ですね。多分ね、これ体感温度は0度ぐらいかもしれない。なんだけど、全然大丈夫ですね。はいね。もしか撮れなかったらこの動画はボツか、マイクが刺さってなかったらもう一回撮り直しっていうことになってるかもしれないけど、このまま撮れたらいいですね。で今日はね、ちょっとね、外部マイクがちゃんと新しく、外部マイクを新しくしてみたという動画でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではワニワニー。